このスマ。よし、俺からお前たちに伝えることはもう何もない。ありがとうカズマ、私たち絶対に優勝してみせる。ああ、だけどあんまり気負いすぎるなよ。何よりもまずこの真剣勝負を楽しんできてくれ。カズマったら、たまにはいいこと言うじゃない。ほんと言うと結構緊張してたのよね。楽になったわ、ありがとう。本音を言えばとにかくものすごく優勝してほしい。こいつらすごく頑張ってたし、神様、仏様、エリス様、ついでにアクシズ教の女神様、お願いします。借金返済のためにも。ではそろそろ最後を飾るグループに登場してもらいましょう。アクセル出身の3人組、アクセルハーツの登場だ。さあ行ってこい。カズマ、最後にもう一つだけ頼みたいことがあるんだ。私たちはいつもステージに上がる前に円陣を組むんだ。今日はカズマにも円陣に参加してほしい。あ、喜んで。それじゃあエリカ、シエロ、いつもみたいにやろう。カズマは二人の間に入って、そうだ、それで肩を組んでくれ。オッケー、これでいいか。男の人、いやぁ久しぶりすぎてちょっと忘れてた。カズマさん、怒ってばうっかり。アクセルハーツ、アクセルハーツ。大丈夫だから、ほらファンも呼んでる。優勝勝ち取ってこい。うん、行ってくるわね。カズマさん、ごめんなさい。でもなんだか力が湧いてきました。プロデューサーに教わったことを全部ぶつけてくるから。大変長らくお待たせしました。アクセルハーツのお三方、お願いします。僕のこと知りたい？教えろ教えろ、シエロちゃん。見た目はクール、中身はホット、リアでホッと一息ついてね。世界中の可愛いが大集合、可愛さ 1000% エーリカです。アクセル初の踊り子ユニット、私たちは3人で一組、アクセルハーツです。待ってたぞアクセルハーツ。お前らを追ってはるばるアクセルから来たんだ。最高のショー、見せてくれ。聞いてくれ、私たちの歌。稲妻よ。なんだ。リア、私の声が聞こえますか？結婚式はいつにしますか？おい、この声ってまさかダニエル？しばらくぶりですね。なんだ、あの姿は。
驚きましたか。これがチャーリーと合体し、イカズチの力を蓄積した最強の姿です。合体？今あなた合体と言いましたか？何ですかそれは？かっこいいです！メグミン気をつけろ。前に退治した時以上の力だ。トールハンマーの力を吸収した私の圧倒的な力は必ずやこの町を破壊し尽くすでしょう。しかしこうしている今も私の肉体は決して消えない雷に蝕まれています。このままではもうすぐ死ぬでしょう。その時はリア、私と一緒に死んでください。そんなの絶対にごめんだ。リアちゃん、私たちも力を貸すわ。私たちを守ってくれ魔導剣馬。その忌々しい魔道具ごとあの世に送って差し上げますよ。そこまでです。エクステリオン。魔剣の力受けてみるがいい。アイリス、それに魔剣の人、大丈夫ですか、お兄様。女神様、この御剣、王都からの協力要請に馳せ参じて正解でした。助かったぜ、この二人がいればなんとかなる。さあ、ダニエル観念して。うるさい。カズマさん怖いんですけど、なんかあいつ暴れ始めてるんですけど。すべてを破壊してリアを手に入れるまで私はもう止まらない。暴走か、クソ。今度こそ決着をつけてやる。そんでもってアクセルハーツに優勝してもらって、俺は明日から大富豪だ。